今俺、ね、どうも、とつばです。今回はこの景色見てわかるかな。船があって、海があって、すぐそこに島があると。そうです、コニアに来ております。で、こっからね、コニアから船でフェリーに乗ってカケロマ島に行ってきます。カケロマ島で一泊して観光満喫してきますね。まあいいところたくさん巡れたらなって感じです。それでは楽しんできます。レッツゴー。来たね、フェリーカケロマ。揺れないね、やっぱ船が大きいと。これ弱なそうだね。船のね、その足跡とかアレミンの好きなんですね。もうカケロマ着くよ、ほらほら。あーすげーよ、はい、楽しみじゃねこれは。よっしゃ、着岸、カケロマ島初上陸、イエーイ。はい、着きました、カケロマ島。海も綺麗だね。じゃあまずはまっすぐ初丼っていうところのデーゴ並木に行こうと思います。よし、行こう。初丼、山道じゃ。着きました、初丼。静か。海もね、見て、水色の青っぽい、澄んでるね。初丼で観光スポットになってるデーゴの並木、ブームとか歌ってる島唄の最初に流れてる英語の花が咲くっていう歌詞に出てくる英語、やっぱ南国の。これ英語なのかな、これガジュマル、マメ科なんだ英語って。これが初丼の有名な観光スポット、英語並木。あの赤っぽいのが英語、英語の花。変な花だね、角みたいな。ほらガジュマルもすごいねこれこの根っこっていうか、なんか食ってるよ木を。あ、なんか落ちたであろう。あ、それ違う、英語の花びら。なんつうのこれ、筒状みたい、クルンってなってんだ、バナナみたいにね。これが咲き乱れる年はでかい台風が当たる年なんだって。うーん、うわすごい、すごい飛ぶ。なんで時止まってんじゃんいや、いいところだ。初丼にあるカケロマ館、カフェとかも併設されてるお店にやってまいりました。今日はね、カフェはお休みらしいんですけど、なんかイベントの場所とか、すごい、イベントとかもここでできるんだ。なるほどね、カケロマのお塩とか黒糖とか。はい、今初丼を満喫したところで、ぐるーっと南の方を行って西室谷の方にとりあえず向かっていきます。次ガジュマルの木とこのマモル君っていうのと赤ヘルポイントっていうのがあるから、そこに寄っていこう。こっち越えないとこばっかな。で、明日はこっち側行こうかな。海があるか山があるか。おお、おお、手前すごいね。あれ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 、あれとか宇治島、与路島とかかな。なんかね、車を走らせてたら、あっちこ、わかんない、読み方がわかんないですけど、もう集落でとんでもなく綺麗な景色が見えたんで、マジか、ちょっと濁ってるけどこれすごいっしょ。で見て、はい、こっちなんもない山で、こっちなんもない山、プライベートビー、完全完全独占。おお、滑って、回転力には早いかも。どの海も綺麗なんだけど、こういう集落の、まあ、田舎の海に来ればプライベートビーチを皆さんも楽しめます。山を続いたところでまたさっきの目的地向かおうと思います。ここすごいいいね、シャワーあって足洗えて、更衣室、これ反対側に女子更衣室もあるから綺麗なトイレ。ここ穴場でいいんじゃないの。カケロマ島の観光スポットの一つ、ガジュマルかな、でっけえガジュマル。海も綺麗よ、ここ穏やかね。ジムの後ろなの、
男は辛いよ。トラさんのね、まあ、トラさんは分かんないですけど、世代的に。結構名品な金で。見てよ、このガジュマルよ。すごいね。口のとこから垂れてくんの。これが地面についたら根を張るっていう。もう尽くす。そうそうそう、これも尽く寸前だね。結構上から何年かかってんだろう。今これ地面についたでしょ。そしたらここからもブワッからまた根を張って、こんな巨木になっていくっていう。すぎるね。うわ、このお墓琉球特有の沖縄とかのさ、静かすぎるな。この男は辛いよが好きな方、僕ちょっと申し訳ないんですけど分かんなくて、好きな人ならこれ見るとあーってなるらしいんで、どっかの動画のコメントで、ね、ぜひここ来てみてくださいっていう、ハケロマの結構根強いファンはいらっしゃるみたいです。いいところじゃ。はい、ってことで今イコモだっけ、イコモ小学校の真ん前、これは観光スポットなのかわかんないですけど、結構インスタとかで話題の、こちら守くんです。イコモを守くん、触っていいのかなこれ。で、表面がね小学校だから、この小学校の子供たちのトデコも見守ってくれてると。こんな交通量の少ないところ安全でしょうとしか言えないけどね。はい、ということで車を海沿いっていうか走らせて結構経ったんですけど、まあ荒い道路をガーって抜けてきたらここ、すごすぎる。竹の間の南側というか一望できる、なんて場所だっけ、タカテルポイント、タカテルポイントに着きました。すけすけ、あそこら辺集落なんもないでしょ。だからあそこは完全なプライベートっていうか、てか行けないんじゃない、人が行けないビーチ。まあ奄美そういうところ多いんだけど、カケロマは特に船でしか行けないみたいなね、うん、船でしか行けないビーチ。またなんかあれは無人島っすね。この木々一個一個の壮大さがすごいね。こっちには何もないかな、もうオーストラリアとかまで。うわー、綺麗すぎるな。いや、ここはみんなぜひ来てみてください、タカテルポイント。信じられない道通ってくるけどね、信じられない。対向車来たら結構やばいんですけど、落石とかもね、ね、落石とかめちゃくちゃあって、軽だから通るんだけど、大きい車だったら難しいからね。もういい写真スポットですよ、これは。すごすぎる、いや、おすすめですね。西アムロってところに着いたんですけど、